曜から大雨が続いていて災害も発生しています。気象予報士、片岡さんです。お願いします。さあ、いつまで続くのかどうでしょうか。はい、普通その前線の雨雲では2、3日続くということで、その集中して警戒してほしいというところなんですけれども、今回はその週明けまで続きそうなんですよね。すでに災害が発生しているにもかかわらず、今日は水曜日です。週明けまで続きそうなんです。はい、まずはその雨の降り始め、月曜日から今朝にかけての雨雲の動き、もう一度見ていきたいと思います。月曜日です。動かしていきましょう。月曜日の朝にまずこの北海道西部を中心に、函館など渡島半島でも強まる時間帯があり、火曜日水曜日にかけて東北北部にこのように線状にも見えるような雨雲がかかり続けました。そして今朝にかけてもこのように激しい雨が続いている状況なんです。現在発表されている警報が、土砂災害警戒情報が青森県、秋田県、そして大雨警報が青森県、秋田県、洪水警報が青森県に発表されており、青森県岩木川というところで氾濫危険情報が発表されている状況です。そして土砂災害警戒情報の紫色のところは、もう避難を完了してほしい地域なんですけれども、この後も雨が続くということで、なぜこれほど続いてしまうのか、一度画角を前に
ットに注意してください。私たちが持ち込むわけにはいかないので、どうして命に関わるかも分かりません。真下から家族4人で見え
し、うろ待ちにしていたといいます。行けなかったんで、その彼の手が来たぼっていうことで11日の日に行けないよ、バーバーが落ちるよ。